目指せポケモンマスタージハーディータカシです、みんな見てくれ俺の順位、マスターボール級シングルバトル1万3000位まで到達しました。で、あの4桁順位達成するまで終われない企画もついに最終局面を迎えたということで、おそらくあと2連勝すれば4桁順位乗るんじゃないのかなと思うんで、もうバッコリと本気で2連勝をぶちかまして、で4桁順位を達成して、その感動の瞬間をみんなと共有していきたいと思います。早速対戦行ってみましょう。はい、マッチングしました。オクトさん対戦お願いします。ガオガエン、ホウオウ、カプレヒレ、ナットレ、ウーラオス、そしてガブリアスといったところで、なんか上の3匹がもうダブルバトルみたいな布陣なんだけど、まあいいとして、いや上の3匹ってことはないか、ホウオウは別にダブルバトルにはいないかな。で、ホウオウが伝説枠なことを考えると、バンギラスはぜひ連れていきたいなという気持ちがかなりあって、でね、うちのパーティーね、炎タイプの通りがかなり良くなってしまってるんだよね。まあ、そのあたりはかなり注意する必要があると思っておりまして、だからこれはヒートロトムから行くのが正解なのかな。ただしガブリアスに注意、ガブリアスが本当にやばいから、グアブリアスにかなり注意する必要があるんだけど、これさ、キュレムより俺テッカゲを連れていく方が明らかに通りがいいと思うんだよね。この3匹で行くだ、対戦お願いします。さあ、お相手はガブリアスから湧いてきてしまっていて、これ俺ヒートロトムから投げちゃってる気がする。ガブリアスの色違いって、お前色違いマジ？色違い、どこが違うのか一つもわからないんだけど。で、これはちょっとどうしよっか。まあかなり際どいところでございまして。でね、いやこれトリックをかましてもいいんだけど、大魔を切られるだけみたいなところあるんだよな。で、まあ、自信はありえねえじゃん相手でも、雪崩とか持ってんのかな。とりあえず、いやこれ微妙だな。うわこれどうしよう。でロトムのスカーフを失っていいかどうかっていう点については、いやこれ失いたくないな、失いたくないからロトムを若干大事にしていきたいと思っていて、いやこれどうしよう。いやこれテッカギアに変えるわ。テッカギアに変えて受けていかないといけないけど、いやこれかなりしんどいと思う。普通に岩技飛んできたらやばい。あの岩雪崩覚えるポケモンなんですよテッカグやって、まあ、初手そのステルスロックとかから入ってくれるんだったら、うわむちゃくちゃやばいの湧いてきちゃってるんじゃないのこれは。だったらスカーフトリックが正解だったな。これはスカーフトリックかまさないと絶対いけなかったけど、もうここをテッカグやでガブリアスを絶対に突破しないとまずい。ここも絶対に、これはいや相手も大魔だよな。まあそうだよな。ただしいやこれちょっと待って、きついか。いやテッカグヤがね、ダイジェット1積みだったら最速ガブリアスを抜けないんだよね。だから相手のガブが最速だったらまずいことになる。しかも大バーン持ってるわ。まあ耐えるとは思うんだけど、いやこれ多分玉ダメもあるし、いやこれきついな。多分これテッカグヤ残せないね。テッカグヤ残せなくって、で、ダイジェット1沈みでガブを、お柔らかいは柔らかいな、柔らかいけど、急所か。じゃあ別にちょっとこれはなんとも言い難いな。でね、これね、絶妙におそらく多分ね、相手のガブが最速だったら抜けないんだよね。それがやばい。それがもうなんと言ってもやばくって。で、いや、これは、ね、もうどうしようもない。これは。まあ、相手が純速以下であることを願うばかり。あ、抜いた。これはでかい。これは激アツ。いや、これは、ちょっとまだあるぞ。これは。この11交換はめちゃくちゃでかい。ガブリアス明らかにきつかったし、いやこれちょっと首の皮1枚つながったんじゃないか。でね、絶妙にね、100族までは抜けるんだけど、あのうちのテッカグヤ、ダイジェット1積みで100族までは抜けて最速ので、それ以上になると抜けないんですよ。でこれがもうかっきりと11交換になってしまっていくんだけども、さあここで相手が何が来るかなんだけど、鳳凰がいることはまず間違いないと思われるんだよね。で、そうなるとこれロトムから行くべきかな。多分ロトム相手見てるし、ちょっとこれロトムから行っておいた方がいいと思っていたら、ウーラオスとかいうやばいのが湧いてきてしまっておりまして、でここなんだけど、いやーどうしよっかな。これはいやこれはね、相手に、いやしんどい、むちゃくちゃしんどいと思うな。これは多分暗黒強打な、相手暗黒強打だから、暗黒強打だから、いやこれトリックするのも意味ないんだよな。うわちょっとこれボルトチェンジをして、果たしてどうなるか。暗黒強打プラス不意打ちを耐えるかどうかかなり怪しいから、だからこれは俺オーバーヒート打つわ。オーバーヒート打つのが多分正解だと思う。オーバーヒートバチコリかまして、で暗黒強打一撃だったら多分耐えると思うんだよね。え、なんだなんだなんだ、あれ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 、え、タスキじゃない、タスキじゃない、ウーラオスが。マジ、
いやこれはでかい。 いや結局タスキで暗黒強打プラス不意打ちで縛られるから、だからタスキをバンギでかわしてみたいなことしないといけないかなと思ってたんだけど、そうじゃないのか。いやこれはでかいぞ、これはでかくって、でここはねバンギラスに交換すればいいんだけど、いやこれがしんどいところで、まあ、たださすがにここ聖なる炎は絶対飛んでこないんですよ、まあ、ヒートロトムに対して半減だし、だから、まあ、何が飛んでくるのかな、ここちょっとわかんないけど、ただ交換読みもあるからな、どう考えたって交換してくるし、今のでスカーフがバレてるから、これはまずい、これむちゃくちゃまずいっす。もうとんでもなくまずい。もうどれぐらいまずいかというと、もう異常にまずい。で、これはね、噛み砕くでおそらく身代わりは割れるんですよ。割れるんだけど、これで火傷を引いたらまずい。マジでまずい。だからここで火傷引かないでほしいんだよね。火傷引かなかったらまだあり得る。うん、あ、これ火傷引かなかった。引かないでくれるのはめちゃくちゃありがたい。しかももうこれ半減のやつに対して、その、あのね、こう聖なる炎を打ってきてるのはもう運ゲー以外の何者でもないから本当にやめてほしい。まあ、ただね聖なる炎ってあれなんですよ、 50% で火傷するっていうとんでもない性能の技なんで、だからこれは火傷引いても何の文句も言えなくって、これはまあまあまあこれは文句言えないです、これは文句言えなくって、でエッジを当てるんだよな、これ4倍弱点持ってってくれるんじゃない、ナイスすぎ。いやこれはマジで運がめちゃくちゃ絡んで、だいぶ俺に有利なように運が働いたけど、まあ何度も何度も運負けでブチギレさせられてきたから、まあこういうのもたまには許してよ。これさもう結構もう行ったんじゃない、まあ行ってはないか、まあかなりもう次勝ったら4桁乗るレベルまで上がってると思うんだけど、どうだろうか。来い来い来い、いやいい、いける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 、これ次勝ったら4桁だ、次勝ったら4桁だから、もう次絶対に勝とう、でもう綺麗にみんなと感動の瞬間を共有して終わっていこうぜ。めちゃくちゃ強そうな人と当たった、もう今順位見えたかな、なんか3600位ぐらいの、まあ、あの俺のね門出を祝うにふさわしい方と当たったんだけど、サンダー、ザシアン、ウルガモスは珍しいな、でなんかバンギラスとウーラオスがおって、ガブリアス最近増えてんだね、むちゃくちゃ見る気がするな、まあ、確かにな強いよねって感じで、とりあえずここはまあ、ヒートロトも行きたい気持ちはあるんだけど、ガブリアスにほぼほぼ何もできないっていうのがあって、でガブリアスをどうするかっていうのがかなりの課題になるかなっていう印象があるね。で、まあ、だとしたらそのキュレムから行きたいんだけど、そうするとねザシアン来られるともうえらいことになるんだよね。これザシキュレムで、これキュレムで、うわーっとどうしよっかな、これはロトム行って、ポリゴン2行ってキュレムにするわ。でもしあいつそのガブリアス合わされちゃったら、もうポリゴン2に引く。お相手をサンダーからか、これはまたなんかちょっと絶妙にどうしよっかって感じの対面になっちゃったな。サンダーか、まあとりあえずね、まあ、スカーフだから俺の方が早いは間違いないんだよね。で相手初手ダイマとか打ちかましてくるかな、だったらまあポリゴン2でいいんだよな。だからここはボルトチェンジをかまして、でポリゴン2で受けて、でトリックルームとかを展開するのがいいんじゃないのかなっていう気がしておりまして、なんか絶妙な火力だな、これどうだろう、等倍にしては効いてない気がするから、結構耐久寄りのサンダーなのかな、まあ、結構強い人だから、だからこう受けポケ的な立ち位置でサンダー運用してる可能性も全然あると思うんだよね。で相手は何してくる、これボルトチェンジでお相手も帰っていく形、これはうまいぞ、これはまあ悪くない。ただこれでヒートロトムのこだわりスカーフがバレたんだよね。相手が100族で、ヒートロトムって素早さし属地86なんで、まあ、これでスカーフバレしていく形で、ウーラオスか、ウーラオスについてはこれね、トリックルームでいいと思うんだよな。とりあえず軒並み相手の方が早いから、ここはトリックルームをかますのが正解かなと思ってて、でこだわりハチマキ持ちのウラオスとかでない限り、この残り HP からでもねポリゴン2耐えますね。これは多分9食9、もうやめてくれ、これはでかすぎる、まずいまずいまずい、まずいってむちゃくちゃまずいぞ、まずいんだけど、まあ、これボルトチェンジでいいんじゃない、ボルトチェンジでいいか、そうだね、ロトム出してボルトチェンジで回さないといけない。いやこれでこいつを削れなかった、トリックルーム張れなかったのかなり痛いぞ。まあしょうがないよねこれは、まあ、この運が絡むのはもうどう考えててしょうがないから。でここはねボルトチェンジかまします、ボルトチェンジでいいと思う。ウーラオス引っ込め、これガブはやめてくんね、ガブリアスマジやめてほしい。あサンダーか、まあまだなんとかなる範囲でしょうね。で
でここやねんな。ここでサンダーこれ回復木の実とかかな、何持ってるんだろう。相手初手で命の玉じゃなかったからちょっと持ち物が透けてないのがね若干怖いところなんだよね。でここは、まあ、竜舞を積まないといけないんだけど、竜舞しないといけないけど相手に大ジェットを積まれると上から結局2回殴られることになるんだよね。でいやそれも相手多分分かってるよな。どうだろう。でもさこれ明らかに対面不利だから相手、まあ、変えてくる気がしないでもないんだよな。これ竜舞積むわ。ただしいやこれ相手交換してきてないのか、まあちょっときついな。これ相手の助けが残ってんだよね、ウーラオスの。だからそれがかなりまずい。それがむちゃくちゃまずくて、それでもボルトチェンジを回してくる。で多分ウーラオスが帰ってくるんじゃないのかなと思っておりまして、でいやこれ多分カウンターとかで、あザッシアン、マジザッシアンか。いやこれは、いやこれはまだ可能性ある、まだ可能性あるから、まあとにかくこれはどっちにしてもこれで一竜舞で相手の上取ったんで、いやこれでもさ第3打で持ってけないかな、持ってけないよな。でもこれ第3打で持ってかないとかなりきついや。一撃で持って返し、持ってってほしい。まあここしかもう俺は大魔の切りどころがないんで、もうこれはしょうがないよね。いやこれ持ってってくれないかな、頼むわ頼む。いやまあ無理かな多分さすがに。いやきついよな、一竜舞だときついんだよなサンダーは。これはまあちょっとしょうがないよな。で次に多分巨獣山だよね、おそらく巨獣山だと思うんだ。でこれを多分抜群だし耐えないんだよな、うちの多分大魔でも耐えないかな。耐えてくれたらバックアドだけど無理だよな。いや強すぎサンダー。こっから勝つ、こっからの勝ちの目ってあるかな。これってもしかしてさヒートロトムに下げた方が良かったのかな今の。それ下げなかったの負け筋かもしかして。でいやこれはエレキフィールド補正あって10万ボルトで、もうこれ10万ボルトが一貫してるんで、これ10万で勝てな落とせなかったら絶対負けで、で、まあ、落としてくれると思うんだよ。いやこれはでも多分巨獣山を耐える読みのヒートロトム交換からので回さないと多分負けだった気がする。いやこれは多分俺が悪いな純粋に。ウーラオスが来るんだけど、まあタスキなんだろうな。で、まあ、暗黒強打を耐えたとしても、あの相手の不意打ち圏内まで絶対削られちゃうんで、まあなんなら多分暗黒強打耐えないしな。だからこれはまあ相手がタスキだったら負け。で鉢巻きだって、そうあーえそれどういうことだろうか。あ、そっか。まあ、だってサンダーが削れてるから、だから、まあ、裏押すしか大魔の切りどころがないって感じなのかな。まあ、それかこだわり系のアイテムを持ってるのかもしれませんね。あ、しかもなんかむっちゃ硬えわ。こんなもんだっけ。まあ、これ、大悪しかもなんか巨大じゃねえんだけど。なんかしっかり厳選してあんな。まあ、いずれにしてもこれはもうきついですね。で、相手なんだこれ、なんならさ、直気持ちとか。ウーラオスって特防はむちゃくちゃ低いポケモンなんで、多分これはありえない耐え方してると思うんだよね。だからなんだろうって感じ。あまあちょっと乱数で低乱数引いたって感じなのかな。いやーやられちゃったな。これはあのサイクル戦でそのザシアン対面で無理やり台まで突破しようとした俺の負けですね。多分あれは一回ロトムに引かないといけなかった。これちょっと前がかりになってしまったのは反省です。いやこれ上がれなかったか。いやまあまだまだいくよ。いやこれさ次勝っても下手したらこれ4桁順位圏内じゃね。まあ、格下の方だったらギリギリかな。いやまあでもこれは絶対勝ちたい。でいやこれやばいの来ちゃってるわ。海王がやばくねえか。海王がこれ真面目にものすごいやばいと思うんだけど、まあ、こう海オグレに対して特になすすべがないっていうのがやばいところで、しかもスカーフ海王がの上を取れるポケモンがもう1匹たりともいないてな感じになっておりまして、で相手これ海王がから来ちゃうと本当にまずいんだけど、これどうするのが正解ですかね。でこれポリゴン2で行ってなんとか耐えてトリックルーム展開するみたいなムーブかまさないってきついかな。なんかこれはポリ2からばっこり行って、いや待ってこれバンギラスでいいんじゃない。多分ブアンギラスでいいと思う。アンギラスから行っていいよな多分。アンギラスから行ってたゴリランダーから来られると思う。一巻の終わりなんだよ。なんかこう、ま、一巻の終わり、まあ、バンギラスから行ってポリゴン2に引けるようにしておいて、でもう一枠どうするかなんだけど、抜き性能が高いやつがいいな。まあ、キュレムの通りはかなりいい形にはなってるから、これキュレム連れていこうか。対戦お願いします。さあモヒカン野郎と対戦が始まっていって、やっと海洋画から初手ぶん投げてくる形でね、これはねまあね実は、まあ、出し負けてはないんですよ。
実はね、突撃直帰持ちプラスこれ後ろから天候書き換えられるんで、ちなみに天候の取り合いになった場合は素早さが遅い方が、後ろから天候書き換えることができるんで、その時のみ S が遅い方が有利になります。で、相手多分引いてくると思うんだよね。だから引き先を読んでいきたいんだけど、まあ多分ゴリランダー選出してるんじゃないのかなと思っておりまして、で、ギオリランダーに対してはどうしよっかな。だからゴリランダーをなんなら1点読みした、まあでもそうやって投げられてからポリツーに返しても別にいいわけだから、だからまあここは噛み砕くとか打っとこうか。多分相手ここ突っ張っては来ないと思うんだよね。え、お前、おう嘘だろ。あ、これで無理やり天候書き換えに来たのか、うわ、ヤクザ野郎が。まあとはいえ、あの砂嵐状態で岩タイプのポケモンの特防が 1.5 倍になってるプラス突撃直帰なんで、これ大ストリームだったとしても絶対に耐えますね。で、大ストリームががっこりと入ってきてしまっていく。なるほど、これで引いてこないのか。で、こうやって耐えることはできるんだけど、こうなると結構きついぞ。結構きついから、まあまあまあいい感じに立ち回っていく必要があるなと思っていて、噛み砕くはあんまり入らん。で、大ストリームどうするかなんだよな。これバンギラスを切っていいから、でもこの残り HP のバンギラスってもう残しても何の意味もないから、だから、いや、どうだろうか。これトリル展開したらなんとかあったりすんのかな。まあ雨降ってんのがまずい。や、これね、多分ね、バンギラス残さないといけないと思うな。これ天候書き換えるっていう役割がまだ持てるんで、これは多分ね、ポリゴン2切りの方がまだ妥当だと思う。で、ただしこのポリゴン2が物理特化しちゃってるから、なんかこの大ストリーム、雨大ストリームは耐えねえ気がするんだよね。でも耐えたとしても確認が取られるっていう感じにはなると思う。多分もうえぐい火力出るからね、これ。これもう、まあ、見ててほしい。ポリゴン2をここまで削るかっていう火力が出るよ。ほらな、もういかついでしょ。んでもって、これはね、いや、しんどいな。しんどいけど、これキュレムで全抜きするルートを取らないと多分いけないと思っていて、これは、まあなんかあった時のために自己さ、トリックルーム打っておく。まあで、大ストリーム連打だと思うんだよ。で、これでトリックルームじゃないわ、ポリゴン2が倒された後、バンギラスで天候変えればいいと思う。って感じで思っておりまして、多分これ天候変えないといずれにしてもね、その、アメカの、まあ、潮吹きの火力は下げることに成功したとはいえ、これね、それでも、例えば根源の波動を持ってたりとか、まあ、熱湯だとか、水技のサブウェポン持ってた場合、まあ、ものすごい火力もらっちゃうんで、まあ、根源は命中不安だから、ちょっと若干の運ゲー要素に持ち込めるとはいえ、まあ、それでもこの盤面不利だから、だいぶ気をつけた方がいい。で、ここなんだけど、誰に交換してくるかな。まあ、サンダーいる気がするんだよね。サンダーいないかな、どうだろう。これさ、ストーンエッジ打っていいですか。まあ、どうだ、これ何打ってくるの。あ、潮吹き、マジ潮吹きマジか。あ、これで耐えてくる、耐えるというか、これは、砂嵐ダメージで若干の、HP の削りも入れられるから。で、潮吹きって自分の残り HP に依存するんですよ、威力が。だからこれはね、キュレムの積みの起点になんとかしていけると思う。しかも相手こだわりスカーフでしょ。初手で大魔切ってきたってことは多分スカーフなんですよ。で、まあ、スカーフかメガネだったらちょっとまずいけど、で、まあ、いずれにしてもキュレム、半減なんで、これはもう竜舞がっこり積む。なんなら2回積みたい。2回積みたいんだけど、どうだろう、相手多分積みの起点にされそうなの分かってるから引いてくる可能性がなくもないと思うが、海洋ガとブラックキュレムが同速なんですよ。両方90族で、なんか1竜舞したら同速で、2竜舞したら俺が確実に上が取れるようになる。で、まあ、当然引っ込めてくるよね。そう来る。で、これ何が来るんだろう。サンダーが来る。いや、待てよ。これ全然いけるくないか。これサンダーで受け切れるあれじゃないだろ。なんだけど、この、サンダーが、なんかその、悪気の身持ちの、その、あと電磁波持ちとかだったらもうえらいことになるんで、だからこれ以上の竜舞は多分やめた方がいいと思うんだよね。で、そうなってくると、もうこのサンダーを一撃、大アイスでぶちのめすっていうムーブがもうこれは勝利条件になると思う。うわ、マジか、これで、なんすか、貝おぐれってことで、雨に書き換えてきて火力をバッコリと上げてくる形か。で、これしかも氷技半減で受けられてしまうんだけど、いや、それでもこれね、多分まだ若干俺が有利な状態にあると思うんだよね。これで上から天候書き換えられるし、まあ、あとはこだわりスカーフ持ちの海洋ガてか、まあこれで相手の海洋ガがこだわり系のアイテム持ってるは確定なんですよ。で、メガネだったら俺が絶対上取るし、こだわりスカーフだった場合は何この火力やばくない？もうそんなわけないでしょ。今一つだぞ。半減の火力じゃない。まあ、これ急所とかでもなくってこと？いや、化けもんじゃん。マジ？
いや、カイオーガって特防がむっちゃ高いんだけど、物理防御もそこそこあるポケモンなんですよ。それを半減で一粒米程度で持っていくこのキュレムの火力にひれ伏すといい。で、これ3打確1だから多分ラストが来る。いや、ドラパルトだったら勝ち。これは一粒米してるから俺が上を取るんで、こいつがスカーフとかじゃなかったらもうダイアイスで全員貫いて勝ちっすね。で、ここスカーフ、こいつがスカーフとかありえる？俺が上取るっしょ。タスキがめんどくさいな、これ。もしタスキだったらえらいことになるけど、まあ、それでも俺に分があると思う。だるいだるいだるい。まあ、救急車はいらんところで引いていって、でもさ、これなんかある相手、これをかわす。あれ、いや、だるいって、むっちゃだるい、むちゃくちゃだるいって。これはやけど、いや、ちょっとこれはしんどいか。そうだよね、鬼火、まあ鬼火がこれは相手唯一の勝ち筋になってくると思うんだけど、いや、それでもさ、タイプ1プラス、このブラックキュレムの攻撃種族値170から繰り出されるタイプ1技抜群サンダー、どうよ。まあ、だからこれ等倍の技とほぼ等しくなっているわけで、まあ、これかなりの圧力だと思うんだよね。これ下手にあの麻痺入れられるよりはるかにマシだった気がする。いや、これ持ってってくれないかな。どうだろう、厳しい。いけ、いや、強すぎ、バケモンだ、強すぎたわ。ブラックキュレムに全てを救われた。え、これさ、マジ行ったっすか。これ勝ったんだけど、これ行ったんじゃない。4桁順位、ちょっと順位確認しようぜ。さあ、念願の夢にまで見た4桁順位を俺に見せてくれ。まあどうだろう、結構瀬戸際だと思う。おい、何やねんって、100位ぐらい足らなかったわ。もう1試合いきます。いや、でもこれ見てくれよ、このさ、戦績今82勝82敗だから、なんか次勝ったら勝ち越しなわけよ。っていうのも含めて、あ、これはもうまさにふさわしい一戦であることに間違いはなくって、うわ、あいつ苦手なんだよな、ディアルが。で、ガラルヒヒダルマ、ガマゲロゲ、メタモン、エースバン、サンダーといったところで、エースバンとサンダー揃っちゃってんじゃねえかよ、これまずいな。んでね、これはどうしよっかな、初手、まあ、バンギラスでもね、特殊受けができないんだよね、ディアルガに対しては。だから、や紙剣とかで行く必要あんのか、てな感じでございまして、で、とにかくもうとにかくあいつがやばいから、そのディアルガがやばいから、ディアルガに、重い選出をしていきたくって、で、これ紙剣かな。初手でも初手多分ディアルガ来る気がするんだよね。これロトムから行くわ。ロトムから行って紙剣絶対必要で、で、そうだな、これキュレム多分今回行けないと思うんだよね。行けないと思っていて、これ鉄火具行かないといけないと思う。対戦お願いします。さあ、お相手はエースバーンから飛んでくるのはまずい。エースバーンはまずくって、いや、これちょっとどう、誰かで受けないときついか、マジか。うーん、エースバーン、いや、でも、まあ、そうでもないか。これエースバーンの上取ってるんだよね、うちのヒートロトム、ヒートロトム上取ってっから、だから、いや、これさ、でもボルトチェンジが効かないんだよね。効かないというか、まあでもボルトチェンジしないといけないかな、これは。いや、もう10万ボルトでいいんじゃない。10万ボルト打つわ。で、まあ相手これ初手ダイマはないでしょ。なくって、で、10万で上を取っていく。まあなんかそこそこ硬いな、飛び膝を打ってくる。これどうだろう、耐えないかな、どうなんだろう。これが最大打点か。耐えていくのは偉すぎ。で、これさ、不意打ちなんだよね、相手不意打ちで良くなっていて、で、どうしよっか。まあ、不意打ち多分耐えないよな。で、これね、ロトム失うの絶対まずいから、だから不意打ち読みで俺は誰かに交換する必要があるんだよね。で、そうなると、まあ、あと裏に相手に先制技持ちがいるかどうかっていうところだけ注意なんだけど、多分いないから、だから、これは紙剣でいいんじゃない。紙剣で、まあ、もう気合の助けを犠牲にしつつ、いや、無理か、無理か、どうだろう、多分これ不意打ちじゃないかな、相手。あ、オッケー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 、じゃあオッケーで、じゃあオッケーで、で、ここで相手は多分炎技を打ってくると思われるので、聖なる剣で、突破していくのがいいのではないでしょうか。当然火炎ボールで、これはね、炎技4倍弱点なんで、やけどさえ引かなければ多分これ突破できると思うんだよね、おそらくね。で、やけど引くのだけやめてほしい。この絶対タスキまで削られて、バッコリと削られていく。やけどやめて、やけどやめて。これやけど引かなかったら全然可能性あるから、やけどしないの偉すぎ。で、これ突破してほしい、多分いけるでしょ。よっしゃ、いけた。これはでかいでかいでかい、これむちゃくちゃでかい、むちゃくちゃでかい、かなりでかくって。で、ここでなんかメタモンとか来られたら偉いことなんだけど、それ以外だったら可能性あると思うな。おい、もういっちゃんだるいの来ちゃったよ、めんどくせえな、お前は本当に。
でこれなんだけど、これはきついね、かなりきつい、かなりきつくって、まあこれは聖剣なんだけど、多分相手スカーフ持ってると思うから上取られると思うな。でスカーフ以外だったらまあなんか勝負できるけどって感じ。いやーやっぱスカーフだよねー。これはまずいな。鉄火具屋もあの格闘技等倍だから、だからこれまずいな。これどうしよっか。これでも鉄火具屋でいかないと絶対まずくって、で鉄火具屋が相手の技を耐えてくれないともうこれほんときついな。まあ、ダイナックル聖剣だったらダイマ切れば、まあ、どっちにしてもこれも、もう最低条件なんだけど、これはね、ダイバーンで行くべきか、ただ、相手の裏がディアルガであることを考えると、これはね、ダイジェットから積まないと多分いけないんだよね。で、多分相手ラストをディアルガでダイマだと思うんだよな。あ、メタモ引っ込めマジ？え、で、ディアルガ？なんだろう、これは。もう一回メタモンで、俺の能力をコピれるようにするってことか。だるすぎるな。だるすぎるけど、どうだろう。まあ、まだ可能性なくはないだろうかな、これは。あ、そっか、ちょっとその可能性とか読めないとまずかったな、多分。まあ、ただね、ディアルガはね、炎技も等倍だから、だから、ここで大番打ったとてだったと思うんだよね。で、鋼タイプ入ってるんで、これもね、とは半減なんですよね。半減の割には割と火力入ったなっていう印象はあるんだけど、でここなんだが、相手が何をしてくるか、メタモン引きか、いやメタモン引きは多分ないかな。メタモン引きは多分絶対ないと思うから、だから、ここさ、ディアルガで大魔だよな多分。いやここからちゃんと試合組み立てないと多分勝てなくって、でこれ以上鉄火ゲアの S を上げるのは多分悪手なんですよ。だからこれは多分大盤をここで打っておくのが正解だと思う。でそしたらディアルガと相手の神剣じゃないわ、メタモンを合わせて炎技でしばく可能性がある。おっとこれで大盤でお相手は、これ倒せないのも痛いな、倒せないのも痛すぎるんだけど、かなり痛いですね。これは痛くって、で雷はそう都合よくは当たりませんと。で、ここなんだけど、ちょっとゆっくり考えさせてほしい。これでこのディアルガをここで突破してしまっていいのかどうかっていうことなんだよ、俺が考えているのは。でいやでも突破せざるを得ないか、突破せざるを得なくって、でこれ以上 S を上げるのが絶対負け筋なんだよね。 S を上げるべきでない。だからいやここはダイバーン連打でいいんじゃない。ダイバーン連打でよくって、ダイバーン連打しないといけないや。それで相手がおそらくダイマを切らずに炎技を打ってくるのかな多分っていう形になるから、だからこの鉄火具が最速だから、いやだから相手多分ダイマを切らないで最後やってくんのかな、おそらく多分ね。ダイマを切らない、ちょっと待って。でこれ能力上昇なんだけど、でも相手 S1 段階上がってんのか、上がってるから、もし相手がダイマを切ればスカーフ、ロトムで持っていけて、いやでも相手これでいいもんな。だってもう火炎放射連打で相手良くなってるから、これ多分いずれにしてもきついか。火炎放射でいいもんね。え、ダイマ切ってくんの？マジ？ダイマ切ってくるんだったらこれ同速対決になるけど、お相手大丈夫かな？それは運ゲじゃないか。いやこれこだわりスカーフの効用がダイマ切るとなくなるんで、これ同速対決だぞ。勝ってくれ、これ頼む。おあっ、上取った、持ってけ。よっしゃ、がった、しゃー、行ったぞみんな。これ相手最後ダイマを切ってきた理由はちょっと分かんないんだけど、いや救ってくれた。今まで散々運に見放されて切れ散らかしてきたこの俺が最後運に救われた形になったから、ちょっとなんか実力で勝った感がなくて申し訳ないんだけど、まあこの辺りはね、まあちゃんとこっから言えばちゃんと実力で勝っていけるように腕を磨いていきたいっていうモチベーションに変えて、まあ動画の締めとさせていただこうかなっていうことで、ちょっとみんなでランク確認しようぜ。これ多分行ったと思うな、多分言ったと思う。いやーもう10時間配信とか生配信して結局達成できなくてみたいなね、行きました、ありがとうございます。
いや本当に、生配信も応援してくれた皆さんのおかげで、まあ、いろいろね、構築のアドバイスとかもらいながらここまで来ることができました。まあ、ただ俺が目指すところは4桁順位じゃなくてポケモンマスターなんで、ここから次は、5000位台と達成するまで終われない企画、3桁達成するまで終われない企画とかが始まって、最終的にはポケモンマスター達成するまで終われない企画につながっていくと思うんで、引き続き応援してくれると嬉しいです。ということで、今日また一歩しっかりとポケモンマスターに近づけたな。毎日動画投稿してるんで、対戦構築のアドバイスやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。